私は京都にありますルイ・パスツール医学研究センターで酸化ストレスの研究をしています。今日はイスラエルで今起こっていることについてお話しします。ブースター接種の先進国と言われるイスラエルでは何が起こっているかを見てみましょう。このビデオの用紙です。イスラエルブースター接種率は国民の55%。日本はブースター接種4.4%ですが比較をしています。 そしてイスラエルではなんとコロナの死者が非常に増えている現状があります。酸化ストレスを下げて免疫を上げようというお話もいたします。こちらがイスラエルと日本のワクチン接種の状況ですが、えー、イスラエルはですねすでに国民の55.2%がブースター接種が終わっています。日本は ブースター接種はわずか4.4%で非常に出遅れているというふうに言われていますではイスラエルと日本の感染者数を見てみましょうイスラエルは過去にないほど現在感染者が増えて今ピークが終わって少し減っているというのが現状でございます日本は皆さんご存知のように現在オミクロン株が非常に増えているという状況がありますさて 感染症で非常に重要なのは感染数そのものよりもですねががどののくらいいあるかというのが非常に問題なわけですではイスラエルと日本のコロナ死者これは人口100万人あたりの数値のデータを重ねてみました日本は諸外国と比べて非常に低い数値なんですがイスラエルはなんと過去最高の死亡者数を更新しています つまりブーースター接種がが55.5%あったととしてても死者が増えいいるという状況ですこちらの報道はです、ね、EU の医薬品規制当局がですねブースター接種を頻繁に行うと免疫系に悪影響を及ぼす恐れがあると警告をしたもので一度や二度ならともかく何度も繰り返すべきと考えるものではないと指摘されたものです。 コロナ感染症はこちらのスライドで ROS と書いてある酸化ストレスが増えることによってサイトカインストームを起こして重症化するということが明らかになっているので酸化ストレスを下げるのが非常に重要です酸化ストレスを下げるには炎症酸化ストレスの上昇イベントを避ける禁煙大量のお酒を飲まない肥満糖尿病のある方は糖質制限をする 十分な睡眠をとり精神的ストレスを下げるのも有効と考えます。またエビデンスのある抗酸化サプリメントの接種も効果があると私は考えています。現在新型コロナ感染後の後遺症とワクチン副反応の症状に悩む方々へ私の開発した抗酸化配合剤の無償供与を行っております。そししして2022年3月末ままでで期間を延長しましたので 該当される方はこの URL から申し込んでください抗酸化研究室についての情報です